I'm in Lego this weekend. What they talking about? What they talking about? それやられるたびビクッとする。ねえ、これ見て、スパイダーマンからのギフト。開けようぜ。すげえ、来てみろよ、見張ってっから。何？セントラルパークで着替える人を見るの初めて？オッケー、どう？マイルズ・モラレス君、おめでとう。ついに初めてのスーパースーツゲットだね。アップタウンでアメイジングなギフト第2弾が待ってるよ。ブブブブブ。ギフトこれだけじゃないって。残りは何？確かめてくる。さあ、ファクトニュースの時間だ。今日もこの私、真実の伝道師、ジェイ・ジョーナ・ジェイムソンがお送りしよう。はあ？ジェイムソンの番組が自動再生になってる。ピートって本当ド M。諸君に悲しい知らせだ。クリスマス事前大特集がマスク姿の自警団まがいのせいでなんと中止になってしまった。もっとマシなのかけよ。さあ、この番組人気なんだよね。やっほー、ダニカハートが送るダニキャストです。この番組では街に貢献してる人たちに注目しちゃうよ。今日のトピック、私立大学のお金大好きブローカーがネット動画の自動再生機能作ってる人とか、チャリーなわけない。当然スパイダーマンたちの鮮やかなライノ討伐劇で決まる。登録っと。ダニキャストか、今日からお気に入り。ガンゴ、yeah!
ぞ。ここみたいだ。いろんな道具がセットアップされてる。マイルズ、それじゃあホログラムトレーニング第1弾始めるよ。街中にセットされてるチャレンジをやれば新しい技を習得できるんだ。このチャレンジは即興アクロバットのトレーニングだよ。それじゃ位置について。ホロトレーニング、待ってました。まずは空中戦、自分の思い通りに戦えれば戦いを有利に進められるよ。それじゃ空中で攻撃だよ。次は僕のお気に入り、スイングキック。これぞ次世代って感じ。部品さえあればポータブルにできるかも。隣接攻撃を実行。コンバット。武器を取り上げる技もバトルの要。武器なしの敵は全然怖くないだろ。それに敵の武器で気絶させれば気分も上がりまくりで一石二鳥。いい感じ、これ最高。ピーター・パーカー様様。ほら、それじゃ2つの技をミックス。ここで故障する。高く売れそうな機関が山ほど。くそ、スパイダーマンだ。奴を倒して装備いただくぞ。みんな戦いたい気分、本気。オッケー、行くよ。もうぶっ殺して装置をいただくわ。売りゃボロ儲けできんだろ。一応これスパイダーマン専用装備なんだよね。先輩は NG だよ。なんだよこれ。こいつらスケスケだぞ。よく頼れ、よく変によよ。いいかい、いい勝負というのは必ずぶつかり的なんだ。そうだな、例えばそこのブサイクっていう場合にかっこいいマスク。まさか、君の顔、顔、うわー。でね、ジョークというより完璧ばかりしてる。練習し続ければすぐにジョークマスター仲間いっぱい。隣接攻撃。
装置泥棒は倒したし、トレーニングを修理しなきゃ。サーキット AF15 に深刻な欠陥。カーネルパニックか。バイオスリセットしよう。ナイス、成功。ピート、ステルスと移動とバトルのチャレンジを作ったみたいだ。暇見て見に行ってみようかな。マイルス、帰る途中でロクソンプラザの様子見てこいよ。通りかかった時、忍び込もうとしてる奴らがいてさ。調べてみる。てか、新しいスパイダーパワーの話聞かせろよ。多分、生体電流の放電とか、スーパーチャージされた静電気じゃないかな。ナナ、名前つけようぜ。エロムパワーとかどうだ。ほら、殴るとチクってするし。それ、悪くないかも。もう切るよ。プラザ行ってから帰るね。いいか、フェノムパワーだぞ、ピー